おはようございます。釣り子 TV です。なんかいい中古釣り具ないかなっていうことで行ってきましたよ。タックルベリーで、結構ね、掘り出し物のものをね、見つけてきたんで、まあ好みのところもあると思うんですけど、こう自分的にはおーってのがあったんで、早速ね、紹介していきます。はい、じゃあね、3つクランクベイトを買ってきましたね。じゃあね、早速どれからいこうかな。まずね、これ。はい、メガバスのですね、ディープ X200 のね、結構ね、古いもの。ね、これがね、715円で売っていて、まず買ってみたんですけども、まあ、価格は715円。じゃあね、早速開けていきたいと思います。ね、715円でね、このディープ X200 買えたらね、ラッキーっていう感じでね。はい、出てきました。じゃじゃーん。まあ超旧型なんですよね。このね、目のところが分かりますか？こういうね、シールのね、目になってるんですよ、このね。で、この裏にはね、名前があって、この辺りはね、年号がまだ入っていないっていう感じですね。ここからですね、何年何年っていうね、年号が入ったりするんですけども、年号が入っていなくて、で、こんな感じのね、シールアイ。これ、まあ、あとね、針がね、こんな感じだったりとかあるんですけども、古いタイプのですね、ディープ X200 がね、すごいお求めやすい価格で売っていたんで、買ってきていました。まあ、このカラーリングのところなんかもね、なんていうんですかね、ちょっと時代を感じさせるというか、この後ね、メガバスどんどんグアニウムゴーストモデルとかね、塗装がまあ、どんどん生めかしくなってくるんですけども、まあ、この時点でもまあ、綺麗にね、塗れてはいるんですけども、まだなんかちょっとこの初期の面影の残るこんな感じのカラーリング、最高じゃないですか。ね、ディープ X の200の古いモデル、まずこれを買ってきたのと、それと合わせて、はい、じゃじゃーん、もう一個ね、これも同じぐらいの年代のですね、ディープ X200、同じく715円ということで、こっちもね、ちょっと開けていきますね。はーい。ね。ちょっとね、カラー違いでね、横に並んでいたんで、同じくこう、なんていうの、シールアイですね。シールアイで、で、まあ、こんな感じのルアーになるんですけども、この頃のね、ディープ X200 がね、一番思い出としては、まあ、使っていたなーってね、出しどころとしてはですね、霞水系とかで、まあ、ディープ X100 が一番投げてたんですけども、あれ、100だとちょっと届かないなーっていうところで、感覚的にね、この200を入れて、そうするとね、ズルルルルって潜っていって、で、そこにゴリゴリゴリってね、当てて、そうするとバイトがググググってくるっていうね、合わせるね、竿はですね、メガバスのグラスのトマホークシリーズですね。あれなんかも初期型だともう中古ですごい安く買ったりできるので、で、自分も未だにね、使ったりしているんですが、まあそんな感じのグラスロッドで、使ったり、はたまた、その細かいね、そこへのスタック感とかを感じたいときは、カーボンロッドね、デストロイヤーの通常の、カーボンの F4 とか F3 とかね、そういった番手のですかね、竿を使ったりして、なんか楽しんでいたなーなんていうね、ちょっと懐かしくなっちゃって、こういう感じでね、2点買ってきてみました。まあ、ここら辺からね、この重心移動はしっかり入っていたりっていう感じでね、今のものはこの重心移動の重りが、タングステンのね、重りになっていたりして、より飛ぶようになったよとかね、どんどんね、ブラッシュアップはされているんですけども、こういった、旧型のね、ディープ X もね、まだまだ使えるんじゃないかなっていうのも、最近のベイトタックルね、ベイトリールがね、本当、昔のものなんかでもスイーってね、飛んでいくっていうね、こういった性能があるんで、これとかこの後に紹介するクランクとかね、今のリールだとね、ゴリゴリに、ね、楽しめちゃうっていうことで、まあこれがね、700円台で、2つ買えたのと、はい。あとね、もう1個クランクベイト買ってきました。これがね、
久しぶりに来たと思ったんですけど、はい、これですね、TD クランクですね。古いね、TD、あの、ダイワのクランクベイトなんですけども、中古でなんと165円。165円で売ってるから最高ですよね、これね。まあ今、現行で手に入れようとしても、まあ新品ではもちろん売ってないんで、中古で手に入れる感じになるんですが、ああ、165円でね、TD クランク買えるっていうのはね、本当なかなかどうしてですよね。見てください。この感じですよ。ね。よく中古釣り具屋なんかで並んでいたりするでしょ。あー、古めかしいなーなんていう風にね、思ったりするんですが、これがね、今使うとね、まあ釣れるんですよね。なかなか最近ない形っていうかですね、まあ中古で安く売られてるんでっていうのもあるんですが、まあ躊躇なく、投げれる、攻めれる。で、このね、リップの形状が相まってね、全然なくならないんですよね。ほんと根掛かりしづらいので、少しややこしいリップラップとかに果敢に投げていく時とかにすごいね、活躍してくれるね。で、まあ、ちょっとまあ重心移動とかのね、入ってないと思うんですけど、そういう問題で飛ばないよなんて言ってね、しばらくあんまりね、投げられなくなっちゃってたりしたんじゃないかなと思うんですけども、最近のベイトリールだとこれがね、矢のように飛んでいくんで、それで結構広い範囲をね、あの、素早く探れるっていうのと、この形状なんでもうボディ全体がウォーブルするような感じでね、ドゥリ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 ってね、動くんですよね。最近のクランクベイトってどちらかというとシャッドライクというか、まあこういう、まあディップ X なんかからね、ぬるぬるした感じの動き、まあクランクベイトなんだけども、ベイトフィッシュ寄りなね、そういった感じのジャパニーズクランクベイトみたいな感じのがね、増えてると思うんですけど、まあこれもジャパニーズクランクベイトなんですが、ちょっとね、この昔ながらの形が相まってね、すんごいアピール力なんですよ。で、結構ね、釣れちゃう。出しどころは春先のなんというか、サスペンドミノーとかを使い出す前と後っていう感じですかね。ちょっとスローな感じじゃないと食わないよってなってくると、いよいよサスペンドミノー各種がね、効いてくるんですけども、それの前のね、時期とかにこれでもうハイアピールで思わず食っちゃったみたいな魚を狙うのと、あとはそのスポーニングとかが終わってバスがね、体力回復モードに入って、こう餌をね、活発に追うようになってきた時とかに、もう一度ね、効くタイミングが出てくるんで、これね、中古でね、安く見かけたら本当ね、おすすめなんですね。自分もね、金黒とかね、各種からいっぱいね、持ってるんですけども、未だに165円とかで売っているとついつい、買ってしまうね。このね、ちょっととぼけたね、顔立ちなんですが、めちゃくちゃ、釣れるんでね、使ったことない人はね、ぜひね、使ってみてください。まあ、これはね、ちょっとフルモノクランクベイトたくさんボックスに入れるんですけども、もう一つの、ディープ X の方はですね、これね、ちょっとメガバスの何か見つけたらボックス、この中にね、昔からね、使ってるメガバスがいっぱい入ってるんですけども、まあ、シールアイのものもあれば、なんというか、こう、ちょっと立体的なね、3D アイみたいなモデルとかね、いろいろ時代時代によって変わってきたやつが入ってる。まあ、古いところだと、ここら辺のね、ちょっと、せっかくなんで出してみますけど、この、ライブ X とか、ね、あとはこれベイト X だっけな、ベイト X とか、これなんかシールアイですよね。あとはこれ、なんだっけな、これグレートハンティングミノーの95だっけな、これなんかもシールアイですよね。すごいね、ここら辺のね、古いオールドメガバスみたいな感じのはね、シールアイなんですよね。ずーっと残っているようなやつだとね、今のディープ X200 みたいにシールアイとペイントアイとかね、分かれてくるんで、分かりやすいのよ。ここら辺が、これも古くからね、あるね、メガバスのね、今ちょっと形変わっちゃったかもしれないんですけど、これがね、ドック X の
シールアイのモデルで、後期のモデルはこういう感じでね、こう立体的な目にね変わってるんですよね、うん、こういう感じでね、その時代を感じながら、ルアー収集というかね、まあ、実際使うんですけど、プラグをね、集めていく、ね、楽しんでいくっていうね。じゃあここに、まあちょっとクランクベイトコーナー今ないんですけども、リップインベイトのコーナーに入れとくかな、こういう感じでね。はい、また、メガバスプラグがね、増えました。こういう感じで、楽しんでおります。はい、というわけで本日の釣り工具 TV はこちら、タックルベリー中古釣り具屋さんで、お得に伝説のクランクベイトをいくつか買ってきてみたいって、こういった動画でした。はい、釣り工具 TV でした。また会おうぜ。